はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サクッと攻略していくロマサガ1ですね。今どこにいるのかって言いますと、コンスタンツにいます。もうボス目の前、ここはもう別にダンジョンだけだからね。で、前回アイスソードを手に入れてですね、現在アイスソードレベル4まで上がってます。で、今回はこのアイスソード無双でね、ちょっと突き進んでいきたいと思います。まあ、まずはこいつをぶっ倒す。ガーラルフレイル、てか一発で倒せるかな。あ、アイスソード先来たか。337撃沈。で、コンスタンツ、アルベルト様、コンスタンツさあ帰ろう。で、後ろに宝箱あるから、これは回収していく。おいくらだこれで、全部で。まあいいや、とりあえず現在お金は6500円。アルベルトありがとう。君のおかげで娘も騎士団もラファエルも救われた。私の大きな間違いを犯すところだった。名誉なきところに騎士の生きる場所はない。違う、騎士が生き続ける場所に名誉が生まれる。そうか、知らなかった。おーおーおーってなんだ。名誉騎士の称号いいなーし。そんな困ります。カード一世以来80年ぶり名誉騎士。まあ、大層なことになってるけど、別に褒美くれるとかそういうのないんで、もうこんな時に用はない。仲間がいっぱいいる。で、名誉騎士は次何をやるかと言いますと、やばい仕事をやります。左のお客さんと話してごらんということで、水流イベントですね、進めていきましょう。クジャラと主張同案派、可愛い娘がさらわれた、心当たりが多すぎる。というわけで放り出された。で、エスタミル、北エスタミルですね。右上に行くと超怪しいやつらがいるんで、何してるんだ屈強な男。人さらい、こんなごっつい人さらい目立ちすぎだろ。ぶったたいぶっ殺してやる。これアイスソード、アイスソードの方が強くなったな。何者だ。クジャラとバンザーイ殺したのか。襲われて連れて行かれそうだった。身に覚えはない。タルミッタの名前があった。というわけでタルミッタに行きましょう。で、正面からは入れないんで、なんか右の階段から行きます。誰でも入れるかね、ここ。まあ、中は兵士がうろついてるけど、取るに足らん。ただめんどくさいだけ。くせ者だ、タルミッタ兵。4体いるってことは2ターンかかるな。火力が高い。100じゃ死なないのか、さすがに。タルミッタ兵、ガーラルフレイル強いよね、やっぱり。だって1600円だよ。で、アイスソード3万円だからね。じゃあ奥へ突き進んでいきましょう。では一番奥、この方をタルミッタ大衆ルーハン様と知っての狼藉か。名を名乗れ。名を名乗る必要はないよ。何を許さん。何しに来た。さらってきた娘を返せと。本物のルーハンがマラルコの水流の神殿連れて行った。お前何者。影武者、真の姿はこれよって言ってさ、目ん玉だからね。これ結構衝撃的だよね。そして死んでいく。もっと強そうなやつが出るのかと思ったら、ただの目玉だから。さて、これで水流の神殿へ行きましょう。マラルコ、それではマラルコですね、特に語ることもないので、このまま水流のところへ行っちゃいます。
では水流の前にこいつやめさせよう。ドマファの手のものだな、殺せ。いや、お前らに俺は殺せない。ガーダルフレイル、ハルベルト、そしてアイスソードの力をお見せいたしましょう。ガーダルフレイル普通に強い。マイスソードも相当強いけどね。11円しか持ってないのだ。安月給だな、役立たずどもが。ドマファにいくらもらった？舐めてんじゃねえよか。アルベルトらしからぬセリフだな。ちょ、ボスの音楽だ。ルーハン、どれほどのものか見せてもらおう。アイスソード508、一撃。こいつも4円しか持ってない。貧乏人じゃねえか。で、そうだな、水流、貴様も倒す。アイスソードの力見せてやんよ。ダブルヒット使おう、ちゃんと全力でいく。二段突き、アイスソードがちょっとボーンクラッシュしかないんだよね。毒キバ1、これは毒になるだけか。よしよしよし、いいね。143ちょっと待って、普通に攻撃した方がよくないか。そうだね、ボーンクラッシュはきっと麻痺をさせるってやつなんで、アイスソード単品で攻撃した方が良さそう。キバやばい、600とか。やたんねえし、当たらなければ意味がない。アイスソードの力見る前に死んだ。毒は26、 10% 以上は食らうのか。で、毒キバそのものは1。いや、当たんない、そもそも当たんないんだな。使えねえし、麻痺ったし、何もできん。あ、麻痺牙か。このまま死を待つ、座して死を待つの一番地獄だよな。あ、牙来た。600、水流には勝てん。なのでおとなしく話し合いましょう。やっぱり話し合いが平和だ。すでに私のもの返してほしければ相応のものを持ってきてもらう。一体何を？ベール高原の真ん中にグレートピットというでかい穴が開いている。アディリスが住んでいる。雨雲の腕輪を貸したままになっている。それまで娘は預かる。預かってる間娘どうなってた？まあいいや、ベール高原へ行きましょう。グレートピット、アディリス。よくもまあこんなところまで人間が来たもんだと。いうことで水流との戦いを説明した。その前に一つ仕事をしてもらおう。ま、奪えるものは奪っていきましょう。仕事なんてやってられません。で、ダブルヒット、ハルベルトは二段突きで、アイスソード、技がもうほとんどないからね。で、アデリスの最初の毒斬りはダメージ食らわないから、なんか毒になるだけだから当たらん。当たらん、マジか。ステータスがやっぱり追いついてないから、そもそも当たんないんだよね。火力が高くても当たらなければどうということはない。この毒斬りのダメージが入り出す頃合いがよくわかんないんだよね。ダブルヒットとか強いな、普通に。やっぱりアイスソードもね、技を覚えてくれればだいぶ違うんだろうけど、ダメージの入らない毒斬りは本当毒になるだけだからね。ダメだ、あだね、単なる長期戦になりそうだな。こいつだってどれくらいヒットポイントあるんだろう。てかジャビル毒になってるけど、なんか毒のダメージ入ってなくない？あ、これやばい。いやー強すぎる。仕事は引き受けましょう。で、ハヤテの靴を借りてきてほしい。そんな知るか。ということで、これでスカーブ山に行けるようにはなってるよね。で、スカーブ山に行けるようになったら別にこいつに勝つ必要はない。あなたの存在を抹消してあげましょう。毒斬りは大丈夫。
消えよアディリス。さよならアディリス。これで後ろの宝箱を回収します。雨雲の腕は腕力の方も、そしてジュエル、これが大事。ジュエル1個、要は1万円だからね。で、消えたアディリスはこれ敵対関係にはなってないはずなんだよね。ちょっと待つ、雑魚排除しよう。あ、間違えた、スティールソードじゃない、アイスソード。スティールソードはとりあえずハヤブサ切りさえ覚えちゃえば、あとは用済み。機会があればちょっとレベル上げくらいはしてもいいかもね、武器のね。さあ、これでアディリスがいて、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、引き受けよう。で、わかりました、また別のアディリスだから、別世界から来たアディリス D4D 帰りましょう。で、スカーブ山に行く前にちょっとアルツールを確認、ガラハドが出てないか。よし、 OK、 ガラハドがまだ出てないってことは、ここの武器屋にまだアイスソードが売られているということ、ありますね。で、金が9470あるんで、まあ、ジュエルに変換するはするんだけど、あと1万で、あと1万をスカーブ山でゲットして2本目のアイスソードを手に入れる。で、ここで問題になるのが、スカーブ山に行くことによって戦闘回数が増えてガラハドが出ないかということなんだけど、なんかシステム上戦闘回数が増えるのってなんか経過ポイント行かないと増えない気がしたんで、多分大丈夫でしょうということで、スカーブ山へ行きます。タイニーフェザーの前に、ここの右上のところに羽があるんで、これは回収しておきましょう。5000円で売れるから。ちょっと鳥が邪魔くさいな。で、また同じ感じでアディリスとの戦いきさつを説明した。これだ、一つ仕事をしてもらおう。戦って奪う、奪えるものは全て奪う。で、シフのヒットポイントがなんか殺されて1になっちゃったんだけど、関係ないから、どうせ一発で死ぬから、1だろうが200あろうが耐えきれないから、こいつの攻撃には。で、アイスソードもレベルが上がって冷たい風を覚えたんだけど、冷たい風は別に攻撃系ではないんで、そのままぶん殴っていこう。ガハ600でね、アイスソードレベルが上がってね、だいぶガーラルフレイルとの差がつき始めてきたかな。最初はなんかガーラルフレイムもアイスソードもそんなに攻撃力変わんなかったけど、今はちょっと顕著に違いが出てますね。それをこいつで試すことはできない、その前に死ぬから。ではまた仕事を引き受けて、カジンボグリン、あれ奪えない、ちょっと待って、リセットしよう。で、フレイムタイラントのところはもう勝手に行けるようになるから、こいつにも消えてもらおう、金のために。別に倒す必要はない、消せばいいだけだ。戦って殺すことが勝利ではない、時には逃げることも必要。消えよアディリス、じゃなくて誰だっけ、タイニーフェザーか。で、後ろに宝箱があるんで、鳥が侵入してきた。ハヤテの靴、ハヤテの靴もいいよね、素早さの本精神で、ジュエル、こいつ始末していくか。一体か、ちょっとあのガーラルフレイルとアイスソードの力の差を見てもらいたかったけど、一人じゃ分からん。340、もう一回戦闘になったら見よう。こいつならいけっかな、一撃で倒せなさそうだからな。でも、アイスソードだったら一発で出せるか。600、まあ、これで一応違いが分かった。倍とはいかないけど、まあ、だいぶアイスソードの方が強いよね。
では舞い戻ってきましたアルツール、ガラハドはまだいない。これで2本目のアイスソードが買える。ただし1円足りない、29,999円。1円を笑うものは1円になく、それを体現している。木の盾でいいや、0円とかいらないけど、ま、木の盾って言っちゃえばもうゴミだからね。木のゴミを引き取ってくれるだけマシだと思う。何がいらない、弓とかいらないけどね。弓にしよう、130円。さてこれで2本目のアイスソード欲しい。こいつどっからアイスソードを仕入れてんだろうね。でこのアイスソード自体はじゃあシフに装備させましょう。君もハルベルトから卒業だ。ハルベルト8になってんだ、結構レベル高いな。でさらにうまくいけばガラハドが現れた時にガラハドからアイスソードパクれば3本目のアイスソードをゲットできるんですけど、さすがにね、あのアイスソード前衛用の武器なんでもういらないかな。前衛はあの最終的にレフトハンドソードアイスソードアイスソードにするんで、で最終試練であとウコムの矛とエリスの弓なんで、ウコムの矛は中衛用で、エリスの弓は後衛用なんで、これでだいぶバランスが揃う感じですね。ちょっと試し切りをしましょう。敵も都合よく5体出てきたんで、まあ、後ろのやつは防御してるか。ただアイスソードのレベルいくつだろう。これで666、ガーナルフレル400。でもさ、ガーナルフレル1000円だからね、1600円でこの火力が出るってかなりいいよね。10倍以上高いんだよ。だって、まあ、20何倍の差でダメージ量これだけだからね。427と614。そう思うとやっぱガーラルフレルのコスパの良さがめちゃくちゃ目立つ。アイスソード、まあ、最初だからねガンガンレベル上がっていくよね。まあそんなわけでね、あの2本目のアイスソードを手に入れたので、ちょっとアイスソードを序盤で手に入れるためのおさらいをしていくと、まあ、3万円必要ですと。その3万円をどう工面していくのかは、まず序盤でいけるガレサステップからの、砂漠の地下行って、大地の剣を手に入れて、それを1万5000円で売る。で大地の剣を手に入れる過程で、あの砂漠の地下を突破すると多分1万円は貯まるんで、さらに、プラスで5000円必要というところで、その5000円をどう工面するかによるんですけど、さっき言った、スカブザン、これアクアマリンを先にナイトハルトに渡しちゃえば早い段階でスカブザンに行けるようになるんで、タイニーフェザーの羽が5000円で売れます。でさらにタイニーフェザーを消せば後ろのジュエルを手に入れることができるんで、ここでもまた1万5000円手に入るんで、まあね、あの効率よくお金を貯めていけばアイスソード2本買いとかも全然可能なんで、もうめちゃくちゃ効率よく進んでいきます。まあそんなわけで、とりあえず今回はアイスソード2本目を手に入れたので、これで準備は万端、あとは突き進んでいくだけ。なんかちょっとそろそろ仲間も欲しいな。仲間が勢ぞろいしている。もう揃えちゃいますか。じゃあ6人で、やっぱお気に入りキャラだと、まあ、やっぱりまあグレーだよね。でグレーが一番好きなキャラだから、ロマサガ1の中ではかっこいい男って、これ男性もそう言うんだ。ぜひ仲間にすれば、仲間になればわかるって。ふよし一緒に行こう。であとはクローディア、おお美人じゃん、ぜひ仲間にすれば。もうこれアルベルトそんなこと言うキャラじゃねえだろ、そんな関係ないって。推しが強い、貴族だからな、推していける。であとキャプテンホーク、仲間にならないか。早っ、多分古文書持ってないよね。古文書の話聞いてないもん。でも古文書別に必須じゃないからね、古文書がないといけないってわけじゃないから。てか早手の靴とか余ってるし、弱い、ちょっとグレー弱いんですけど、思ってたより。クローディアもそうだけど、なんでヒットポイント減ってんのこいつら。これ80、50ってことは初期か。まあいっか、これ1回仲間にしないとパーティー外成長しないのかな。
で、ちょっとまあこれ気分的な話なんだけど、グレー前衛に出してグレーにアイスソードを持たせたい。もうこれ完全に気分、お気に入りキャラだから。前衛はアルベルト、グレイ、ジャミルで、中衛がシフ、ホークで、後衛にクロディアで、そうするとグレイにアイスソードでしょ、まあ、シフに持たせたアイスソードは1しか上がってないんで全然惜しくもなんともないで、弓はクロディアってことは、ホークにハルベルトを買ってあげないといけない。買いに行こう。ハルベルトはもうここにあるから。で、羽売っちゃう ?1092 円だと2つ買えない。で、グレーもちょっと中衛に下がった時に攻撃ができるように持たせておきたいは持たせておきたい。取れた。羽。5000円。いいね。で、ハルベルト買って、ハルベルト買って、もう、マジでハルベルト本当に1人1本で大丈夫。で、クロディアも弓だからね、ハルベルト持たせる必要性はそんなにないですと。だ、ホークもちょっとハルベルト中心にやっていく。で、そうすると最終的な武器がアルベルトレフトハンドソード。で、シフにウコムの矛を持たせて、ジャミルアイスソード、グレアイスソード、クロディアがエリスの弓。っていう形になると、1個ね、武器が足んないんだよね。で、ホークに何装備させるかっていうことなんですけど、中衛なんで、まあ、槍の強いやつとかがいいんだけど、槍の強いやつってウコムの矛くらいしかなくて、ガーナルスピアって技がね、ちょっと微妙なんだよね。で、基本的にその武器が強くても技が微妙だと使いづらいんですよ。で、逆に武器がちょっと弱くても技が強ければまあ、なんとかなるっていうパターンもあって、それがねハルベルトなんですよ。ハルベルトはそんなに攻撃力が高くないんだけど呼ばれたよ攻撃力が高くないんだけど技が強くて、まあそれでね、終盤戦は確かに辛いけどもう末永く使っていけるっていう武器になります。で、大地の剣は基礎攻撃力が高いんだけど技が微妙なんですよね。だから後半戦になるときつくなるっていう。で、一緒に行こう。ちょっと先にこれをこなすか、まあ、こなさなくてもずっとシカトし続ければいいんだけど、それもまためんどくさいのでやっちゃいます、まあ、このイベントは飛ばしちゃいます。でですね、クローディアが単なる弓しか装備してないので、まあ、まずはちょっと水流イベントをクリアしちゃいたいと思います。持ってきたぞ。約束のものを持ってきたようだな。こちらも条件通りにしよう。では交換だ。それを手に入れるにはなかなか骨折ったろう。お前たちの審議に応えてこれを送ろう。戦いの時に使えば分身を呼び出せる。3回だけ手助けしてやろう。さらばだ。もう一つ、サルーインもディスティニーストーンを作った。それを一匹のモンスターの体内に埋め込んだ。奴の名はジュエルビースト。ありとあらゆる攻撃に耐える恐るべきモンスター。ディスティニーストーンのあまりに強い力のために奴は狂ってしまった。サルインさえも手を焼いた。間違ってもやつを目覚めさせるようなことをするな、ね、そう言われると絶対目覚めさせたくなるよね。ありがとう、パパに頼まれたのね。ということで、これでこのイベントをクリアして褒美で武器を選ぶと帰れって言われるんで、ひどくない？もう用なしかよっていう。で、これでベルニー弓がもらえるんで、クロディアにベルニー弓を装備させて、クロディア弓はこれを使っていきます。これでようやく準備万端かな。なんかちょっと前も準備完了ですみたいな、アイスソード2本買って準備万端ですみたいなこと言ったけど、まあ、一旦これで本当に武器が揃ったんで、まあ、あとはね、これでどんどん進んでいきましょうという感じで、第2回目は、ここで終了して、次回3回目は、もう、ね、イベントをパパパパパッと、こなして終了していきたいと思います、というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけると幸いです。